到着だ。おお、木の葉からの援軍なら待っていたぞ。この先でバキさんがお待ちです。すぐに向かってください。おう、ナルト、ちょっと待ってくれ。お、これは罪人を倒してくれた礼だ。助かる。え、これってばもらっていいのか。そんじゃバキって人のとこに急ぐってばよ。風影様が倒されるとは。やっと。あの戦いから少し経ったのに、まだ里の中が騒然としている。一緒だったか。ガーラはどうなった。まあ残念ながら未だ暁によって連れ去られたままだ。追手はどうなってるんです。追跡に向かった勘九郎によると、奴らは川の国に向かったとの情報までは入ったが。入ったな。途中暁の一人と交戦になり、勘九郎は奴らの毒にやられてしまった。勘九郎が。それで容体は。解毒方法が分からず、毒の進行を止めることができない。医療班が言うには、このままでは数日と持たないと。大丈夫です。私が見ます。
勘九郎は？うん、直接毒抜きをしたからもう命に危険はないわ。さすがさくらちゃん。あとは体内に残った毒に対する解毒薬を作らないと。俺に手伝えることがあるなら何でもやるってばよ。そうね、じゃあ砂隠れの道具屋から薬草をもらってきてくれない？お金は先に渡してるから、あとは薬草をもらうだけでいいからね。了解。勘九郎の容体は落ち着いた。お前たちには迷惑をかけた。なんてこった。まさか。大変だというのに何にもできないこの身がもう。あいつら風影様を一体どうするつもりだ。やっと。いらっしゃいませ。あのさ、ここで解毒薬に使うための薬草がもらえるって言われたんだけど。解毒薬の薬草ですか？はい、確かに受けたまっています。ただ実は薬草を取りに風の砂漠へ向かった主人がまだ戻ってきていないのです。じゃあ今すぐもらえないのかよ。申し訳ありません。主人が戻り次第すぐにお届けしますので。このままじゃいつまでかかるかわからねってばよ。これ俺が直接もらいに行った方がいいな。以前は敵であったコノハと同盟を結ぶとは。最近の若い忍びは甘くていかん。砂隠れはどうなってしまうのかの。なんだよ、コノハの忍びかよ。なんでお前たちがここにいるんだよ。本当はすぐにでも救出部隊として奴らの後を追いたいんですが、里の命令で身勝手な行動が取れません。それ
そこだ。から聞こえてきたけど、どこだ？早く金目のものを差し出した方があんたの身のためだぜ。金目のものなんて持っていやせん。どうか見逃してくださいまし。そんじゃ仕方ねえな。力づくでも調べさせてもらおうか。おいこら、お前たち何やってんだってばよ。あ、そこのお方、助けてくだせ。もう一匹カモが来やがった。おいガキ、痛い目に遭いたくないなら俺たちに金を渡しな。はあ、んなの全力でお断りだってばよ。生意気なやつだ。てめえ、もう許さねえからな。短気なやつ。しょうがねえ。ちょっとだけ相手してやるよ。強さだよこいつ。へくそ、ここは第三だ。へっ、てんで話になんねってばよ。ありがとうございました。これで砂隠れに帰ることができやす。ん、砂隠れってもしかしておっちゃんってば道具屋の人だったりすんの？え、なぜ私のことを知っているんです？やっやっぱりか。あのさ、実はってことでここまでおっちゃんを探しに来たんだってばよ。なるほど、そうでやしたか。そりゃで、で、その薬草ってばちゃんと手に入ってんの？まさかさっきの奴らに奪われたりとか。大丈夫でやすよ。奴らの狙いは薬草じゃなく金の方でしたからね。さあ、ここで話をしている場合じゃねえです。すぐに砂隠れへ帰りましょう。おう、今帰ったぜ。ああ、よかった。帰りが遅いから心配したわよ。いや、実は盗賊に襲われてな。でもこのお方が助けてくれたんだ。どうもありがとうございます。間に合ってよかったってばよ。ま、今度からは気をつけて。って違う違う、おっちゃん、薬草薬草。おっとっと、そうでやしたね。どうぞ、これが例の薬草でさ。あとはこれをさくらちゃんに届けるだけだな。
今回は本当に助かりました。このごしかしあそこまで盗賊が暴れてるとは思いやせんでした。クワバラクワバラ、このご恩は一生忘れません。といて、なんとか終わったわね。まさか木ノ葉にこれほどの腕を持つ医療忍者がいるとは。さてと、それじゃ俺たちも次の行動を開始しますか。暁を追うんですか。奴らをそのままにしておくわけにはいかない。俺たちはこれから川の国に向かう。用意が整い次第、砂隠れの門に集合だ。了解。用意ができたら、砂隠れの門で集合だぞ。岩九郎の容体は落ち着いた。お前たちには迷惑。
以前は敵であった木の葉と同盟を結ぶとは。最近の若い忍びは甘くていかん。砂隠れはどうなってしまうのかの。里の上で大きな音がしたんだ。怖かったよ。よし、揃ったな。待ってくれ。もう少し時間をくれればこちらも手だれを用意できる。そうですね。